どうも、二の前です。今回はゼンレスゾーンゼロがリリース2週間前ということで、ゼンゼロをやってみたいけど今すでに別のゲームをやっていたり時間が取れなくてあまり長続きしなさそうと心配している方が多くいたので、ゼンレスゾーンの最終ベータテストを50時間プレイした私が実際ゼンレスゾーンゼロは時間がかかるのか話していきたいと思います。話をする前に、今回お話をする内容は最終ベータテストの内容となっており、リリース時に比べると内容は異なる可能性もあるのでそこだけご注意ください。ですが正直最終ベータテストから1ヶ月でリリースになっているのであまり変わることはないと思います。それでは結論から申し上げると、ゼンレスゾーンゼロはそこまで時間を取られるゲームではなく、毎日10分ぐらい確保できれば問題なくプレイできます。実はゼンレスゾーンゼロで一番時間がかかったパートはストーリーをやっている時で、ストーリーの作り込みがすごく非常に細かく丁寧に作られているので、その分時間がかかる仕様となっております。そしてストーリーパートは時間がかかると言いましたが、実はストーリーをスキップしても後から見返せる機能があるので、時間がない方は全然スキップしてもらって大丈夫です。そしてストーリーについては時間制限などがなく自分の好きなタイミングでできるので全然問題はないと思います。どちらかというと毎日やらないといけないことが2つありまして、そちらの方が大事なのですが、まず1つ目は現在画面に映っているデイリークエストについてです。こちらのデイリークエストは毎日更新されるのですが、ミッションの内容がランダムとなっており、毎日選ばれたミッションをこなしていき、活躍度を稼いで報酬をもらう形となっております。このデイリークエストについてですが、数週間毎日やってみて思ったのですが、結構いろいろなミッションがあったのですが、どれも短く、本当に5分から10分もあれば全然もう全部終わるぐらいの長さなので、とてもやりやすかったです。そしてこのデイリークエストについてですが、基本的には毎日ランダムでミッションが課されるのですが、1週間のうち 1、2回だけ自分でそのミッションを組める日がありまして、その際にお試しで今までやってきたミッションで一番時間が短かったものを全てまとめてその日でやってみたのですが、1分で全て終わらせることができたので、あまりにも早く終わらせることができてびっくりしました。そしてデイリーをいくつかやっていき、活躍度を400まで貯めるとその日もらえる報酬を全ていただくことができるのですが、この報酬が本当に美味しい内容となっておりまして、プレイヤーの経験値と限定ガチャを引くための石、そしてキャラクターと武器のレベル上げに必要な素材を毎日結構な量くれるので、時間がなくても必ず5分から10分で終わるデイリークエストだけは毎日やることをお勧めします。ちなみにゼンレスゾーンゼロは7月4日にリリースされるのですが、当日いろんな方がプレイをしていて、どこまで進めればいいのか迷う方も多いと思います。そこで個人的にお勧めしたいポイントとしては、デイリークエストでもらえる報酬がとても多く豊富なので、デイリークエストが解放されるところまでプレイすることをお勧めします。そして実は今まで話しながら映像を流していたのですが、この映像がデイリークエストをやっている時のノーカットの映像となっていて、なんと今まで話していた間にデイリークエストがもうすべて終わりました。現在確認するところなので少々お待ちください。ご覧の通り、こうやって3から4分でデイリークエストを終わらせることができたので、そこまで時間がなくてもすぐに終わらせることができます。続いてはバッテリー消費についてです。ゼンゼロはデイリークエスト以外にも毎日やらないといけないことがもう一つありまして、それがこのバッテリー消費についてです。ゼンレスゾーンではキャラクターレベルと武器レベル、そしてスキルレベルを上げたいときに素材が必要なのですが、その素材を手に入れるためにこちらのバッテリーが必要となってきます。バッテリーは6分に1ずつ回復していき、最大で240まで貯めることができるのですが、0から240まで貯めるのに24時間で貯めることができます。24時間以内にバッテリーを消費しないと上限に達してしまい回復しなくなるので、必ず24時間以内にはバッテリーを消費するようにしましょう。ちなみにこのバッテリー消費もそこまで時間がかかることはなく、最大でまとめて100バッテリー消費することはできたりするので、正直5分ぐらいあればクリアできると思います。なので合わせて毎日やらないといけないことは、デイリークエストで3分、バッテリー消費で5分、合わせて8分で終わらせることはできます。他にもコンテンツとしてイベントやエンドコンテンツなどはありますが、正直時間制限はないので毎日必ずやらないといけないことは今回紹介した2つだけで大丈夫です。そして最後にゼンゼロをベータ版でやってみて、映像で見ていた時も楽しそうだと思っておりましたが、実際やってみるとまた違った感想で本当に爽快感があり、めちゃくちゃ見ていた時よりも楽しかったので、時間がなくても試しにプレイしてみることをお勧めします。今後もゼンゼロの役に立つ情報をどんどん動画で出す予定なので、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ここまでご視聴していただきありがとうございました。バイバイ。